そんなことを言ってもヘビボールはごく一部のレイヘビの体内に稀な確率で宿る激レア鉱石だよ。持ってるヘビなんているわけないよ。私持ってますけど。今回の事件もようやく後半に差し掛かるところであなたのターンになりました。ってことでセーブしましょう。事件の全貌をまとめると、ミューズがオカミさんの包丁に対抗するためにデイジドリルを売店から奪い取り装着、鉄格子をくぐろうとしたところでドリルが鉄格子に引っかかり感電し、その衝撃の事故を目の前で見たオカミさんは気絶、そして第三者が気絶したオカミさんの首にミミズを巻きドリルごと天井に突き刺し自殺を偽装。これが今回の事件の真相だよ。結局今回もヘビ探偵が事件を解いちゃったよ。毎回ヘビに推理で負けて本当に無敗の刑事なのかしらね。無敗の刑事だからこそだ。無敗の刑事たるもの、ヘビごとき下等生物相手に本気は出さないと言ったらだろう。殺人事件なら本気出すとも言ってたじゃないの。今まで頼りにしてきたけど、無敗の刑事の称号もそろそろ剥奪かしらね。今まで頼りにしてきたのみんな。そんな感じはみじんもしなかったけど。無敗の刑事から連敗の刑事に改名するべきだよ。まだ推理は終わってないだろう。肝心な真犯人も見つかってないんだからな。今回の事件の真犯人、一番怪しいのは旅館側、警察側、客の誰か。警察側？そうだよ、警察が怪しいよ。妙なタイミングで遺書が出てきたり、押収品の凶器が盗まれたり。凶器の超電磁ドリルが盗まれてる以上、警察側に今回の犯行は不可能だろう。電磁ドリル紛失の件について思い当たる点は、電磁ドリルを実は持っていたはず、電磁ドリルが行方不明だったこと自体が矛盾。思い出す。この犬は優秀な警察犬だ。危険物の探知に関しては抜群の嗅覚を誇る。重度の危険物なら半径1キロの距離まで探知可能だ。紛失の件について思い当たる点、電磁ドリルが行方不明だったこと自体が矛盾。矛盾だと？金庫から勝手に盗まれたのに矛盾もクソもないだろう。警察なのに盗まれるのはおかしい。取り戻さないのがおかしい。取り戻すって、どこに超電磁ドリルが盗まれたかなんぞ知る由もないだろう。どこに超電磁ドリルがあるか知る方法は、警察犬。そうだよ、危険物を嗅ぎ分ける警察犬なら超電磁ドリル程度すぐ見つけられる案件だよ。そうなると警察側にとっては売店にデジドリルがあることを本当は知っていたはずだからね。警察犬のことを忘れていただけだ。知ってたならとっくに超電磁ドリルを押収してるわ。なぜ警察は売店から電磁ドリルをすぐに押収しなかったのか不可解だよ。それじゃあ逆に考えて、実際に売店から超電磁ドリルを押収したのは誰だったか。押収したのはヘビ探偵、ミミズ、ムカデ、刑事。売店から超電磁ドリルを押収した誰？誰なの？刑事？押収しとらんよ。従業員も言ってただろう、押収したのはミミズだと。そうだよ、ミミズがオカミさんの包丁に対抗するため売店からドリルを押収したって話だよ。そういえば被害者のミミズが売店に電磁ドリルがあることを知ってたんだぞ。まだ解明されてなかったわね。ミミズがなぜ旅館の売店に超電磁ドリルがあることを知っていたのか、これは分からんでも大丈夫ですか。ミミズの予知能力、ミミズの勘、物流調査、第三者の入れ知恵。ミミズに売店に超電磁ドリルがあることを教えた第三者とは、旅館の誰か、警察の誰か、ムカデ。旅館の誰か。こっちは押収された側なんだから、ミミズなんかに教えたら自爆もんだわ。じゃ警察か。警察の誰か。そうだよ、デジドリルが売店にあることを知ってるはずの警察から含まれた可能性が高いよ。そんな裏事情、
ミミズなんかに教えてどうする。ドリルを取り戻すため、狼を殺害させるため。ドリルを取り戻すため、取り戻すのが目的ならミミズなんて使いっぱしらずに警察自ら押収するはずでしょ。え、違うんか。おかみを殺害させるため。え、怖。そうだよ、ミミズはおかみさんに殺意があったから狂気情報を流せば殺し屋に誘導できるよ。くっ、まだだ。そんなの可能性の話に過ぎんだろう。じゃあここでセーブを一旦。その刑事さんが怪しいのは今回の件だけじゃないよ。この旅館で過去にも監禁騒動が起きた件、毎回この刑事さんたちがいる時だからね。もうおかみさんが死んじゃってるから暴露するけど、この旅館での監禁騒動はもう5回ほど起こってるんだよ。固めよ旅館。5回も呪いの限度超えてるよ。毎回刑事さんが滞在中にどう考えても怪しいわね。滞在中といっても国からの捜査令状が出てるからだ。凶悪犯のいるタイミングで事件が起こるのは当たり前のことだろう。その捜査令状が偽物の可能性もあるよ。本物の捜査令状で間違いない。旅館側も承知のはずだ。過去の件で署に問い合わせたこともあるけど、本物の捜査令状なのよね。捜査令状が本物だろうと事件の原因を作ってるのはその刑事に間違いないよ。だったら動機は何だね。我々に事件を起こす動機なのないだろう。意義あり。動機があるだと？刑事に事件を起こす動機があるなら証拠で示してもらおうではないか。事件を起こす動機、刑事に。なんだ？無敗の刑事の称号。無敗の刑事の称号？そうね、自分の手柄のために自分で事件を起こすマッチポンプ方式なら動機として考えられるわね。自分が犯人で自分で犯人を見つけてしまったら自分が逮捕されるだけではないか。だから間違った推理で身代わりを作り出して5人逮捕してるんだよ。お前らも知ってるだろう。事件を起こしたのは我々警察ではない。現に蛇を殺した犯人は金に目がくらんだハンターとムカデだったではないか。蛇が殺された事件、元凶になった情報は、元凶になった情報は、ツチノコの手配書。そうだよ、ツチノコの手配書だよ。100万ゴールドの賞金に加え、不死身説、蛇界最強も流せば、金に目がくらんだ連中が全力で狩りに来るから、事件を誘発できる仕組みなんだよ。問題はその土猫情報の発信源が誰からってことね。その件は前回答えが出ただろう。ムカデがどこから土猫情報を入手したのか言ってみろ。どこから土猫情報を。ハンター。そうね、うちのシェフを殺したムカデはツチノコビジネス情報をハンターから仕入れたのよね。つまり情報源はハンター。警察には関係ない案件だ。意義あり。そうだよ、まだハンター自身がどこからツチノコ情報を入手したかが特定できてないよ。旅館に来る前からだろう。ハンターがツチノコをハントするためにツチノコで出ると噂の旅館にやってきたまで、ごく普通のことではないか。意義あり。ハンターがツチノコハント目的で旅館に来たことに対し矛盾する証拠データを提示してね。ハンター。ツチノコハント目的で旅館に来た、矛盾する証拠データ。なんだ。旅館に捜査令状。あ、これやんね。そう、凶悪犯を捕まえるべく警察が出動してきたんだよって。ツチノコハント目的ではなかったよね。
違うやん。土の子ハンターが目的ならハンターの持ち物検査で武器などが見つかるはず。あ、刑事がじゃなくてハンターがか。ちょっと待って。そっか、ハンターがやね。ムカデとハンターの持ち物検査、これか。特にハンターの持ち物からは何も発見されてなさそう。持ち物検査？そういえばハンターとムカデの持ち物検査を実施して、ムカデの荷物からワールが発見されたとか。今はハンターの話だろ、ムカデの話との関係ないではないか。ハンターがおかしい。そうだよ、逆に考えればハンターからは何も発見されてないってことだよね。ハンターから凶器が発見されてない以上、どうでもいい話だろう。そんなの所持品検査をしてない部外者に分かる問題ではないだろう。待って待って、ハンターが凶器を持っていないこと自体がおかしい。凶器がないからおかしいだと？この旅館に凶器の持ち込みを強要する規約でもあるのかね。そんな規約あるわけないでしょ。危険すぎる。だけど考えてみれば、ツチノコは不死身説もあるほどの蛇界最強の蛇だよ。ハンターの目的がツチノコ狩りなの？ツチノコ狩りなら武装を準備せずに旅館に来てるのは絶対おかしいよ。ん？武器を持ってきてないとは言ってない。あくまで発見はされてないって話だ。ハンターが武器を隠していた可能性も考えられるだろう。隠しても警察犬に発見されるだけだよ。その時点での警察犬は鼻が詰まっていたのだよ。見つけ損なった可能性もある。めちゃくちゃ役に立たんやん。ハンターが武器を持ってきていない証拠他にもあったはず。じゃ、それを提示します。持ち物検査以外にハンターが武器を持参してきていない証拠を提示して。ハンターが武器を持参してきてない証拠なんだ。武器を持参してきてない証拠。ハンターね。へえ、全くわからないんだが。放火騒動。はい、全然違う。ハンターがヘビ殺害時に使用した凶器は旅館台所から持ち出したものだったはず。ほう、武器を持ってきてない証拠。包丁か。包丁？そうだよ、ハンターは犯行時も旅館台所の包丁を使用している。つまり本当に武器を持参してこなかったんだよ。ハンターが本気でツナコを狩る気ならもっと武装準備してるはずだよ。これはつまり、ハンターはツチノコ情報を旅館に来る前から知っていた。ハンターはツチノコ情報を旅館に来てから知った。いや、来る前からやな。そうだよ、ハンターは戦闘準備と戦闘準備を間違えて普通に風呂に入りに来ただけなんだよ。とりあえずダメージを受ける準備をなさい。間違ってる。普通に進み寄るんかと思った。旅館に来てから知った。そうなんや。まあ確かに武器用意してないのはおかしいもんね、事前に知っとって。だったらハンターは誰からツネコ情報を入手したというのだね。ムカデじゃない？ツネコ情報に逆輸入システムとか採用させちゃダメだよ。刑事、それは無理な話だ。いつ我々がハンターに情報を流す暇があるのだね。我々が到着してから、その夜明けにはハンターが木の扉を設置していたのだぞ。警察が来てから木の扉が設置されるまで、刑事とハンターの接触機会を示す証拠データ。刑事とハンター、持ち物検査。そうだよ、ハンターへの所持品検査のタイミングでツチノコ情報を吹っ込むことが可能だよ。やっぱり刑事が怪しいよ。事件を増やすためにツチノコ情報を吹き込んだんだよ。二人とも黙った。あらだ、ツチノコ情報を流したのは我々ではない。理由だって二つもあるのだよ。しぶとい刑事だな。
その蛇の推理は警察とハンターの接触時間がわずかにあったことを証明したに過ぎない。逆に考えれば他の客や旅館側の方がハンターとの接触機会が圧倒的に多いだろう。それを言い出されたらキリがないな。そしてもう一つの理由、この100万ゴールドのツチノコ情報、こんな漫画の切り抜きのような手配書、子供でも信じられるものではない。長い時間かけて説得すれば信じ込ませることも可能だが、接触時間の短い我々には不可能な話だ。確かにこんな雑なツチノコ情報を短時間に信じ込ませるのは無理そうだよ。いやでも信じる人が結構いるんだな。なぜハンターはツチノコのデマ情報を鵜呑みにしたのか。情報源が旅館だったから情報源、警察だったから情報源が、ユーマ研究者だったから。これじゃない？違うんかい。旅館にユーマ研究者がいたら喋る蛇の研究に明け暮れている頃合いだよ。どんどん体力がなくなっていく。情報源が警察だったから。情報源が警察？そうか、警察からの懸賞金付き手配書、警察からの手配書情報ならそれはもう公式と同じことだよ。つまりハンターのツチノコ情報を信じ込ませられる人物は警察に絞られるってわけだね。これじゃあ余計な証言の追加で自分の犯行を証明しちゃってるようなものね。自分の脱足証言に足を引っ張られて犯行の足取りがついちゃったパターンだよ。クソ、上げ足ばっか取りやがって。なんかめっちゃ怒り狂ってる。おい助手、この役立たずが。お前のせいで蛇ごときに負けてしまうではないか。何を、自分が負けたくせに八つ当たり。やめてよ、その助手なんか怖くなるんやけん。勝てば自分の手柄、負ければ助手の責任。最低な上司の鏡だよ。今まで積み上げてきた無敗の記録、蛇ごときに崩される気持ちがわかるか。いやでも今まで積み上げてきたって言っても、その無敗の記録すらもこの助手ができてからの記録なんやろ。過去は無敗だろうと、所詮は井の中の蛙。あんたが蛇に負けてるのは事実よ。まだ負けとらん。こんな茶番推理、お前らの勝手な解釈に過ぎんからな。勝手な解釈はあんたでしょ。だったら数字で証明してみろ。数字は嘘をつかないからな。異議だよ。ついに数字に対して異議を唱えてよ。数字が嘘をつくだと？今までの数字はどれも正しかっただろう。数字が嘘をついている証拠でもあるのか。数字が嘘をついている証拠、数字が嘘をついている証拠は賞金100万ゴールド。うわ違った。待って、思い出す。探偵とは言っても、所詮は蛇。この無敗の刑事の前では手も足も出なかったようだな。この無敗の刑事に恐れをなしてな。この無敗の刑事がすぐに解決してご覧に入れよう。へぇ。無敗の刑事の称号。そうだよ。何度も負けてるはずなのに、無敗を名乗り続ける経歴詐称の数々。何度負け数を出し、足し算しても永遠にゼロの無敗の刑事という称号こそが数字の嘘そのものなんだよ。ググ、無敗の称号は事実だ。これまでいくつもの事件を解決した証だろう。その自己満のための無敗の称号が被害者を生み、加害者を生み、冤罪も生み続けているんだよ。数字に嘘をつき続けて生み出されたエゴモンスターこそ無敗の刑事なんだよ。怖い。グガガガ、蛇風情が調子に乗りおって。刑事を追い詰めるまであと一歩のところであなたのターンになりました。おお、あとちょっとだけども、あーこれはどうなんだ。休憩もしたいけどセーブもしたいぞ。あ、じゃあこれはとりあえず時間的にセーブの方かな。まあ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 、はい、じゃあセーブしておきます。まだだ。俺は負けてもないし犯人でもないし嘘もついとらん。お前らの方こそ嘘で殺人で犯人扱いしやがって。誰が平行線だよ。この刑事、どれだけ証拠が上がっても罪を認めないつもりだよ。罪を認めない刑事には逆転の発想で対抗するしかない。不直球投げるところじゃないよ。監督のサイン見逃しダメだよ。待ってくれ。
罪を認めない刑事には逆転の発想で対抗するしかない。刑事じゃなくて助手。真犯人は刑事ではない。犯人ではない、違うの？今までの推理から真犯人はこの刑事しかいないよ。無敗の刑事、このままでは負けてしまう。なんだと？その蛇探偵に勝つには罪を認めるしかないんですよ。あ、自分に矛先が来そうやけんって刑事に罪かぶせようとしよるこいつ。罪だと？何を言っている。刑事が罪を認めなければ刑事が犯人ではないという蛇探偵の推理が勝利してしまうんですよ。罪を認めるか、蛇ごときに負けるか。うわ、悪魔のささやき。ぐがぐがぐが。ちょっとあの刑事さんどうしちゃったの？残念だったな蛇探偵よ。え、それってさ、要は刑事が犯人ではないっていうのが真実であり、でもそうなると、まあ、無敗がなくなってしまう蛇探偵が正解やけん、やけん認めるっていうのは冤罪ですか？お前の推理大外れだ。大外れ？ってことはまさか。そう、真犯人は他でもないこの俺なのだからな。本当に認めちゃったよ。水に超電ドリルを売店から奪わせ殺し合いを誘発させたのも、寿司の誤情報で蛇殺害を誘発させたのも、全てはこの俺の仕業だ。その程度のことも推理できないなると、蛇とは所詮下等生物よ。ろくでもない犯行を得意げにベラベラと。おっと、俺は殺しちゃいないぜ。実際殺したのは金に目がくらんだハンターへ向かれどもだ。殺させたということ？俺は土の子情報やドリル情報で誘導しただけに過ぎんからな。自分で殺したも同然でしょ。悪いのは全部あんたよ。バカ言うな、全ては誘導されるバカが悪いんだよ。うちのおかみさんはなんで殺されなきゃいけなかったのよ。旅館のおかみが死ねば全ての罪を着せ自殺させて終わりにできる都合のいい女がいたものだぜ。なになになに、ちょっとこの従業員さん、包丁を。この旅館を二人の守り神によって支えられていたの。一人目の守り神は手額の援助をしてくれた救世主 X よ。その救世主 X も結局たるの金の亡者だったけどね。そして二人目の守り神は無敗の刑事、いつも旅館の事件を解決してくれた守り神。おかみかと思ったら違うんや。何が逆転の発想よ。あんたの存在自体が守り神から死神に大逆転だわ。何をする気だ。救世主 X と無敗の刑事によってもう旅館は壊滅よ。おかみさんもシェフも旅館も何もかも、あんただけは許さない。包丁だよ、刑事を刺すつもりなんだよ。待て、真犯人は俺じゃ。殺してやる。いや、だって自分が認めたけん勝手に。こうなったら。あれは超電子ドリル、人間には装備できないはずだよ。装備してるのはあくまでミミズ、刑事がそのミミズ自体を装備してるんだよ。ミミズを装備してる。包丁と超電子ドリルの直接対決、こんなの結果は見えてるよ。包丁の勝利？近寄るなら。そっち。殺人だよ、大変だよ。何、いなくなったの？人殺し。ああ、目の前で殺しちゃった。やっぱりこの刑事こそ黒幕の凶悪犯だったんだよ。バカ言うな、今のは正当防衛だ。先手必勝、この無敗の刑事に敗北などない。こんなの反則負けだよ。推理での勝負を放棄した末路だよ。俺は負けてなど。おい助手、なんとかしろ。このままヘビに負けるなんぞ絶対あってはならん。ヘビに絶対負けない方法がありますよ。悪い顔。本当か。勝ち逃げするんですよ。無敗のままこの世から勝ち逃げしてしまえばヘビに負けることは永久にありません。刑事殺そうとしようよこいつ。この世から勝ち逃げ、そうか、そんな勝手な発想があったか。いや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 、意味わかってます？あ、刑事さんが。うが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 。今度は刑事さんの方がドリルで自害しちゃったよ。最後まで逆転の発想を貫き通しつつ、自分の体ごと貫き通す高度な殉職シーンだよ。おい、ヘビ。この刑事、
死に際は何か言おうとしてるよ。ヘビ探偵よ、これで勝ったと思ってんだろう。だが逆なのだよ。この俺が死ぬことでお前は俺に勝つことが永久にできなくなったのだ。まだ勝ち負けの話をしてるよ。もうどうでもいいことだよ。おい、何蛇ごときが見下してやがる。見下してるんじゃなくて目線の位置が逆転しただけだよ。あんたは負けたのよ。それを数字が証明してるわ。何この阿鼻教官の地獄絵図。数字などもどうでもいい。俺が敗北を認めない限り、敗北など誰がどう見てもお前の、ういが、あ、助手がとどめを刺しちゃったよ。敗北を知る前にとどめを刺してやるのが無敗の刑事の助手として最後の務めなんですよ。ついに刑事を倒したところであなたのターンです。いや、黒幕は確実にこの助手だろう。とりあえずちょっとセーブをしておきましょうか。無敗の刑事を止めるにはこうするしかなかった。蛇に勝ちたい執念のあまり歯止めがかからない状態でしたからね。まあ真犯人が死んだことでこの旅館にも平和が訪れるでしょう。違うよ、逆だよ。真犯人が死んじゃったら爆弾問題はどうするのさ。今後のことはこれから推理するまでさ。いや、あれ真犯人じゃないやろ。爆弾の仕掛け場所、あんたち刑事の助手なら知らないの？所詮は助手、刑事の考えることなら知りませんよ。知ってることといえば機械などの最先端技術程度のもの。刑事なき今、推理はそこのヘビ探偵君に任せるしかない。無茶ぶりだよ。警察犬でさえ爆弾の発見は無理だったのに。そんな時こそ逆転の発想さ。爆弾の発見が無理なら単純に脱出する手段を考えるのさ。お金じゃないの。脱出ルートは2通りあるけど、玄関口と裏口。普通に考えたら裏口やけど、遠回りルート見てみる。玄関口は雪崩で待ってたわね。雪崩をなんとかする方法ないかな。雪崩をなんとかする、雪崩を除去できそうな証拠品は、雪崩を除去できそうな証拠品、雪崩の除去、雪崩の除去、人工温泉か。ちょっと待って、思い出す。超電磁ドリル？ってこと？超電磁ドリル2500ゴールドで換金できるんや。超電磁ドリル？そうか、玄関口の雪崩が解けるにはまだ2日近くかかるけど、超電磁ドリルの熱で溶かしていけばもっと早く除去できそうだよ。いい案だが、残念ながらその超電磁ドリルはもうエネルギー切れのようだ。誰かさんが刑事さんのとどめを刺すのに使っちゃったからね。それに玄関口の雪崩、溶けるどころか逆に固まっちゃっているんだよ。固まってる？地下の冷凍倉庫から冷気が自動で送られてるみたいなんだよ。その地下の冷凍倉庫って、冷凍倉庫も救世主 X が援助してくれた施設の一つだよ。人工温泉といい、救世主 X の提供設備はろくなものがないわね。なんか長期的にこういう計画を立てられとったよね。他にもあと一つ、電気制御室が提供されたよ。怪しいフラグ全開だよ。文字通りの地雷だよ。何あれ、部屋番号かな。7と8のとこだけ緑がついてるのは何あれ。とにかく玄関口からの脱出は不可能。そうなると残る脱出方法は裏口しかないようだ。じゃあ結局お金、旅館の裏口に仕掛けられた障害物といえば金の扉。そうだね、開かずの金の扉が設置されてるから出られない状態なんだよ。開かずの扉とはいえ、もともと解錠方法があったはずだが、ATM に振り込む？最後のバール、火炎放射器。他のなんか別になかったよね。
よね。そうだよ、7775ゴールド振り込めば解除される話だったけど、停電からの ATM 事故で ATM 故障でダメになったんだよ。そっか、 ATM 壊れたんか。そうなると現在の問題点は ATM の故障のみ。 ATM の故障をどう解決するか、ヘビ探偵くんの推理に期待しようではないか。推理、最先端技術じゃない？機械。乗せられてるような気がするけど、助手の修理技術に頼るしかなさそうだよ。それでは最先端技術で裏口 ATM を修理してご覧に入れよう。直せるんかい。裏口に移動。 ATM 修理の件、バッテリーが完全に寿命のようですね。ちょっと、それじゃ修理できないってこと？バッテリーの代わりになる素材が必要です。電力エネルギーを融合できるような鉱石でもあれば。電力エネルギーを融合？知ってるよ。エネルギー融合といえばヘビボールという鉱石があるよ。ヘビボール？ヘビボールは1個だけでは役に立たないけど、複数個集まるとヘビボール同士が共鳴することで融合エネルギーが発生するらしいよ。私今持ってるの1個じゃない？それを集める旅に出るの、もしかして今度は。旅というか、その旅館なんやけど。そのエネルギーが一定数を超えると、願い事まで叶える力になるって伝説もあるんだよ。願い事？そんな漫画じゃあるまいし。願い事はともかく、そのヘビボールが ATM の修理に必要なのだ。誰か持ってないかね？持ってますけど。ヘビボールなら旅館地下にいくつか保管されてるけど、あ、マジで？旅館にあるの？あるにはあるけど、持ち出し不可能なんだよ。そんな旅館の規則なんて今更どうでもいいでしょ。おかみさんもいないんだし。不可能やけん、無理ってことじゃないの。規則とかじゃなくて、ヘビボールが地下の壁に固定されていて、取り外せないんだよ。あ、これさっきの、ねえ、あの、なんか部屋番号みたいなやつのとこにへばりついてたやつ。これがヘビボール。壁に固定？鑑賞用の飾りかな。そうよ。地下は本来立ち入り禁止なんだから、飾りも何もないじゃない。どちらにせよ、壁に固定されているのでは意味がない。今この場にヘビボールが必要なのだよ。誰かヘビボールを所持していれば、すぐにも修理ができるのだが。そんなことを言っても、ヘビボールはごく一部の霊ヘビの体内に稀な確率で宿る激レア鉱石だよ。持ってるヘビなんているわけないよ。私持ってますけど。しかし修理にはヘビボールが必要だ。誰か持っているような気がするのだがね。他に誰もヘビボールが持っていないところで話し合いが終了します。終了したえ、終了したよ。とりあえず今回はこの辺で終わりにしておきましょうかね。